ゆりこです。今日は兵庫県立フラワーセンターに来ています。お花がいっぱい咲いてます。サラセニアとかネペンテスとか、というわけで探しに行きたいと思います。このチャンネルは食虫植物の提供でお送りいたします。温室です。あ、バルボちゃんが隠れてますね。アッパーになるまでが難しいんじゃよ。あ、ここから来てたんやね。ピューッと伸びたらかっこいいよね。これってフーケリアナかな。フーケリアナっぽいな。こんな大きくなるんやね。でっかいな。さすがだな。アンプにベントリーちゃん、ここのベントリーは元気ですね。いつ見ても元気ね。かっちょいい、このくびれがいいね。アンプアンプフーケリアナ、これすごいな。わ、奥に大きいアラータがいる。なんかすごいサイズよね。アラータルソン、これね、ツボがちょっとふにゃふにゃやからね、こんな容器ツボをつけれないんだよな。難しいんだよな。さすが土井先生。アンプアンプ、あ、アンプのレッド大きいのある。季節ですね、これからですね。モルッカ、でかめっちゃでかい。みんな向こう向いてるよ、こっち向いてよ。どうも、たしさんのトランカータがまたでっかいわ。すごい、はあ、でかい。え、なんか書いてある。なになに、40年前シンガポールから来たんかな。40年前、すっごい、めっちゃでっかい。ほらほらほら、だいぶ大きいね。すごい、かわいい、かわいい子がいっぱい並んでる。マキシマ、でっかい、でっかいよ。でっかいよ。あ、私の好きな子、ベントリコーサとマプルエンシスかミンダナオエンシスか、どっちかがかかってる子。かわいい。あ、女の子や、女の子の花が上がってます。ね、女の子ですね。ピンときて、女の子です。これ女の子のお花です。あ、後ろにあるのはロングボトルだ。かっこいい。あの白とのコントラストすごくない？めっちゃ綺麗ね、めっちゃ綺麗。やばい、ここやばい。語彙力がなくなる。やばい、綺麗、かわいいしか出てけへん。あー、大きいトランカータが奥にいるね。SP ちゃんのこれは、あ、この子はもしや SP にアルボがかかったミショちゃんじゃありませんか。
そうですね、そうだそうだ、未生やからね、それぞれ顔がちょっとずつ違うね。赤っぽい子と緑っぽい子とかすりが入ったみたいな子と、緑と赤の部分がしっかり分かれてること。面白いね、未生はね。出ました、ペルビレ。うん、かわいい。かわいいかわいい、ペルビレかわいいね、出ましたね。うん、うーん、あ、これはトランカータクリペアタ、うん、トランカータクリペアタかな。よいしょ、うちにもいるんだけどね、早くここまで大きくなってほしいな。あ、プチ、カバンが落ちた、危ない危ない。これここまで大きなもんな。ほら、蓋の裏にクリピアタっぽさが出てますかわいい。女の子ですね、この子もね、なんか入ってそうやね誰と交配したんかな。ペルだペルだ、ペルと後ろがももちゃんですね。ももがさかわいい、ももがさかわいい。めっちゃ上がって、めっちゃ元気、すごいね。これなんやっけ、ローウィーベントリーやったかな。これもすごいな、めっちゃ、なんやろ、ローウィー入っとってこの厚さでいけんのね。うん、8やんな、普通にいつも の水苔と8とって感じですね。なぜいけるのだ。あ、なんか展示してる素通りするとこやった。はい、鳥ちゃん花が咲いてますね。っていうか花咲いて温室やからさ、暑いからさ、もう種取れそうよ。ほら、種が取れそうですよ。ほらほらほら、種の時期ですかね、もう早いね。ちょっとね、こういう黒くなってきた頃にもう取っちゃうのがおすすめです。これ以上放っとくとね、下にバラバラバラってなっちゃうハミルトニーでかいな。アリキアエ、アリキアエとハミルトニーの違い、赤と紫みたい な並んでないと私見分けられへんかもしれないアデラエに、あれはレギアかな。お、後ろにラフレシアーナがいますね。すごいにゃん、すごいわ。ちゃんとピンギもいますね。この子はプリムリフローラなのかな。あ、種できてるんちゃう。すごい、うちでね、どんだけ頑張ってもね、ピンギはね、種ができないなんでや長葉の花ってこういうのやけど、アデラエの花かわいいよね。このこういうピンとこないな、アデラエの花にピンときてほしいな。あ、後ろのアデラエの花にピンといったな。うん、こんな感じのかわいい星型になるんですよね。このタイプのんと、さっきのああいう白いこのタイプのんがピンときてね、来ないねうん、ちょっとあれかな、ここは日照不足になっちゃうのかな。倒れてきてますね。このぐらい 50% のグレーっていうか、シルバーやね、シルバーの遮光ネットです。お、カトプシス、種ですか。これはカ
トプシスの種が取れそうなんでしょうか。いるかな。大タヌキモがいるはずなのかな。あ、いる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 、うん、いたいた、かわいいです。日本にもね、なんやろ、沼っていうか、なんかため池とか行くと出会うことができます。冬に行くとね、冬目になっちゃってるんで、この時期ぐらいからやとこうやって見つけることがたやすいかと思われます。うん、こっちにもいるね。この子は誰ですかね。袋のところにキュッて吸い込むらしいよ、らしいよ。ん、これ何、ネペン、え、ネペンやな。なんでこんな、なんか、え、水に刺さってる。何があったん、これ。これ何、刺し木状態、水差し状態になってるの、これどうしたんやろ。めっちゃ気になる、なんやろこれ。めっちゃ気になるわ。あ、チョーカがおる、チョーカ、赤い子がいますよ。チョーカがいます、チョーカ、やっほー、今日も元気ですね。行くぜ、食虫植物室。あ、なんか映したあかんとこを映したかもしれん、キャッ。世界最大級のウツボカズラ、食虫植物入ってすぐ右側奥ですっていうなんかあんねんやんか。展示植物にはお手を触れないでください。了解です。これはね、もうね、趣味家もね、一般の人もね、絶対守らなあかんことやと思いますよ。だって技師さんのさ、すっごい時間とさ、苦労とさ、そういうのが詰まってできた植物やんか、植物への植物ってね。これですね、これですね、でかい。前からも取っとこうか。ここですね、50何センチ言ってたっけ、53とかなんかそんなん言っとったんやね。もうありえへんわな、こんなネペンができるんやね。でギネスに載せたいって言ってたよ。載るんかな、載ったらすごいよね、ほんまの世界一のフラワーセンターになっちゃう。すごいね、うっそうとしてるね。でもちょっと前よりすっきりした、ちょっと前よりすっきりしたね。あの頭打ちそうなやつもあったよ前は。あー、すごい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 。っていうか葉っぱがまずでかくない？ほらトランカータの葉っぱよこれ。この軍配型になるやつ最近磨けにくいというか、なんなんやろね、ちょっといろんな種類出てきてるよね、トランカータも。この軍配の形の葉っぱかっこいいな、好きやな。すごいすごい、右見ても左見てもウツボカズラの、おお、上見てもやった。あ、ペルビレーの女の子がいます。ペルーと見せかけてここにベントラータちゃんやんねこれ。手前ベントラータちゃんやね。いやー、これどうなってんねやろな、すごいな。あ、山の頂上にもほらネペンがいますよ。面白い、これが自生地風なの知らんけど。知らんけど。SP グリーン、これもいつ見てもすごいね。元の株はどこにあるんやろね、あの中の方にあんのかな。いやー、これねだいぶでっかいよ、ほら手より長い、私の手より長いです。あ、ミラーボールだ。さっきからな、目になんかチラ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 入るなと思っとって、ミラーボールやってんな。ピンギキャラと、なんやっけこれ、ロリズラ多
そうそう、ロリズラ、ロリズラね。あかんわ。突然名前を忘れるっていう、よくある、よくある。あ、後ろがすごい自生地みたいに張り付いてますね。こうやって岩場につけた方が元気になる。なんなんやろね、鉢に植えてるよりね元気になるの。面白いね。ギガンティアちゃんがいますね。これ大きいな、このギガンティア。だいぶ大きいね。あ、上にもいるね。わー、こんな風にしたいよ、家も。したいけど無理やな。これはさすがに無理だね。あ、なんかお花ラッシュやね、この辺。すごいすごい、お花ラッシュです。ネペンのお花ラッシュだ。あ、見て見て、オスとメス、別よ、別の株やけどね、並んでる。これはちょっと後輩勝手にされちゃう感じじゃない？虫さんすぐ来て。こっち、こっちが男の子です。後ろのさ、ネペンにさピントがいっちゃうのね。来た、ピント来た。男の子です。これ根元がぷっくり膨らんでるのが女の子で、根元膨らんでなくって黄色い花粉が出てるのが男の子ですね。キャワワ。キャワイイ。そう、ネペンティスはオスとメスが別々なので、一つしか持ってなかったら種が取れません、残念。ってわけでね、交配したいなっていうふうに思うときはオスとメスを揃えなくてはいけません。ダイアリアーナやったら男の子とかそういうふうにもう決まってる子もいるので、そういう感じで揃えていくのもありかな、交配したかったらね。私の周りにいるネペンを育ててる人で、マダガスカリエンシスのメスを持ってる人がいないんですよ。せやから50株入れたの。アホやろ、マダガスカリエンシス50株入れたやつ。あれの理由はそれです。女の子が見たい、マダガスカリエンシスの女の子と男の子を交配したいみたいなね、それです。果たして夢は叶うのか、乞うご期待。まだ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 先よね、多分ね。あれ咲く言うたら何年後やろね。だってアッパーになってからしか花は咲けへんから、うん、遠い未来のお話かもしれません。なんかベントリの白いかっこいいのがいますね。白いなぁ、かわいいなぁ。さあ、食中室はこんな感じかな。さて、来ました、サラセニア畑でございます。呼んでいこうか。サラセニアは北アメリカを代表する多年草の、多年草ちゃう、多年生の食虫植物です。平死体と呼ばれる筒状の葉、捕虫葉を多数出して虫を落とし込み式で捕らえます。捕らえた虫は微量の消化酵素や共生しているバクテリアなどによって分解し、養分をこの捕虫葉から吸収します。基本的に野生種は8種類ですが、多くの変種や交配種があります。日本の気候と似ている環境原産の植物ですので、年中屋外で栽培できます。冬は地上部のほとんどを枯らして休眠し、5月頃に一度美しい花を咲かせます。以後11月頃まで捕虫葉を出して生育を続けます。水ボケや砂利系の用土を使い、肥料は与えません。繁殖は株分け2章によります。お花が今もしかしたら見頃かもしれません。大阪はね、もう花終わっちゃったんやけど、ここの方が私の住んでるところより3度ぐらい低いんですよ、夜の温度とかが。なのでちょっと見に行ってみましょう。サラバタケ、ここのサラセニアのさ、何がすごいってさ、どれもこれもすごいのよ。語彙力よ。語彙力欠損や。いやー、すごいすごい、もうすごいしか出へん。あ、でも花終わりかけか、いや終わってるか、この花は終わってるな、もう。あ、ちょっと残ってるかなぐらいやね。もうほんま最終っていう、これからどんどん筒が元気になっていく感じでしょうか。私さ、これ好きなんよ、この白に茶色の線入ってボディ緑、これめっちゃ好きなんやけど、
名前わからんのよね。でな、春見る顔とな、夏に見る顔っていうか秋に見る顔全然ちゃうのよね。だからね、今見てこれ何って聞かんとわからんのな。まあいるなぁ。すごい、すごいよ。これはね、実際に見てほしい。ほんまに、ほんま。これほどすごい皿畑が他にあろうかと言いたい。数がすごいね、まずね。てかこれ花上向いて咲くんや、これ。面白いね、いろんな子がおるね。クリスマスローズでもね、下向いて咲く子とさ、横向いて咲く子と上向いて咲く子いるもんね。綺麗ね。やっぱこうやってさ、パーって見てるとやっぱり私レウコが好きなんかな。目に入ってきやすい、レウコが可愛い。フラバも可愛いんやけどな。フラバもいや、アラータも可愛いねんで。うん、わかんねん、わかんねん。全部可愛いんやけど、パッと見てなんかレウコの血が入ってるやつが目に入りやすい。私多分あのサラセニアに捕まえられんのやったらきっとレウコに捕まるわ。本望じゃみたいな。ああ、かっこいいよ。そうね、こうやって大きい鉢に同じ種類ブワーって植えるのもいいかもしれへんな。今年はちょっとそれをやってみようかな。うん、もうこれとか圧巻よね。すごい、いやほんますごい。うん、かっこいい。これはかっこいいわ。うん、文句なしのかっこよさよ。以上、サラセニア畑でございました。食虫植物専門のチャット食虫植物友の会が LINE オープンチャットにて全体公開中です。育てていてわからないことを聞いたり、趣味家がイベントや自生地の報告をしたりなど、初心者さんや普段なかなか愛好仲間を見つけられない方にもおすすめのオプチャになってます。食虫植物が好きな人のご参加お待ちしております。気になる人は食虫植物友の会で検索してください。